こんにちは。作業療法士の井野です。今日は高齢者の方が抱える悩みで多い筋力や体力の衰え、そして血流低下による冷え症、むくみなどに伴う夜間の頻尿、そして代謝が落ちることでの肥満体質、これらの悩みをですね、解決できる、お家でできるウォーキング体操というのをご紹介していきたいと思います。外で運動するのが苦手な方であったり、あとは寒くて、そして雪で外にそもそも出れないという方に向けて、お家でもできる簡単な運動になりますので、もしよければですね、この運動を通して、これらの悩みを解消して、そして生涯健康を目指して一緒に頑張っていきましょう。運動の内容としては、お家の中で様々なウォーキングのステップを踏んで全身を動かす運動になっております。運動が苦手な方でもできるような内容になっておりますので、しっかりと体を整えたい、いつまでも健康であり続けたいという方は僕と一緒に頑張りましょうね。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。さあ、それではこのウォーキング体操、どんな方法なのか一緒にやってみましょう。さあ、では最初の運動はですね、血流アップに欠かせない第2の心臓、ふくらはぎを使った足踏みです。まず足首で、ポンと床を蹴っていただいて、その反動で足が上がるようにもも上げをしていきます。なので、ただこう足踏みをするんじゃなくて、足首でポンと床を蹴ってあげてください。こちらですね、この方法の足踏みでまず30秒体を動かしていきます。この時腕もしっかり振ってあげましょう。では、いきますよ。用意スタート。はい、ではですね、このように足首でポンと床を蹴ってあげて、その反動でももが上がるようにしていきましょう。ポイントとしては、ふくらはぎがね、しっかり使われることです。第2の心臓のふくらはぎをしっかりと使うように、ポンポンと床をしっかりと蹴ってあげましょう。さあ、30秒しっかりとこの方法で足踏みをしていくと、血流がどんどんアップしていきますからね。さあ、このようにウォーキングをするように体を動かしていきます。はい、OK。では、足踏みはそのままですね。ちっちゃい足踏みをそのまま続けててください。さあ、そしたら今度はですね、このように、かかと上げに合わせて腕を振っていきましょう。では、こちらも30秒いきます。では、いきますよ。用意、スタート。はい、ではですね、かかとを上げていただいて、それに合わせてこのように腕を振っていきましょう。さあ、これもですね、ふくらはぎがしっかり働いてきます。なので、第2の心臓がどんどん働くと、むくみの解消、血流が上がって手足のあったかい血液が流れてね、血流の改善、冷え症の改善にもつながってきますからね、循環が良くなってきますから。さあ、しっかりとこのようにかかとをしっかりと上げてみましょうね。はい、OK。 戻しましょう。では、足踏みをね、またちっちゃい足踏みをしてください。さあ、そしたら今度はですね、足を閉じていただいて、さあ、この状態でももをこすらせながら足踏み、そして脇も締めて腕でね、体をこすりながら足踏みをしていきます。そうすると摩擦熱でどんどん暖かくなってきますので、こちらも30秒いきますよ。用意スタート。はい、ではこのようにですね、ちょっと窮屈かもしれませんが、しっかりとですね、内もも、膝同士をこすらせる、そして腕で体をこする。これでちっちゃくちっちゃくでいいので、足踏みをしてみましょう。さあ、こちらもですね、本当にだんだん足からポカポカする感じが出てきたり、腕もですね、しっかりとこすれてあったかくなってきますからね。さあ、これでどんどん代謝を上げていったり、体のね、熱を生み出して脂肪燃焼とか体温をアップさせていきましょう。はい、 OK。 では、またちっちゃく足踏みをしていきます。さあ、そしたら今度はですね、このようにかかととお尻を近づけるように足踏みをしていきましょう。では、いきますよ。用意スタート。はい、ではしっかりと腕も振ってあげましょうね。横から見ていただくと、このようにかかととお尻がタッチできるように大きく動かしていきましょう。さあ、これはハムストリングスでね、もも裏の筋肉がしっかり働いていきます。さあ、このように大きい筋肉を使ってあげると、体力アップとか筋力アップにね、つながってきますからね。しっかりと大きく動かしてあげましょう。足踏みの速度は自分のペースでいいですからね、僕の速度に合わせなくていいですよ。はい、OK。 では、ちっちゃく足踏みします。さあ、今度はですね、足を大きく横に出して、サイドステップをしていきます。このように一回沈んで、そして腰を落としてあげましょう。ではこちらも全30秒いきますよ。では、いきます。よーい、スタート。はい、では大きく、大きく、横に足を出して、そうすると外ももがね、働いてきます。で、こう腕もですね、振ってあげましょうね。さあ、サイドステップして外ももを働かせていきましょう。一回腰がこうぐーっと落ちることで、ももの筋肉が働いて、そしてですね、筋力もたくさん働いてきますからね、筋力、体力がアップしていきますよ。さあ、こちら結構大変かもしれませんが、一緒に頑張りましょうね。はい、OK。ではまた足踏みに戻りましょう。さあ、そしたらですね、今度は内ももを働かせるような足踏みですね。このように、こうやってですね、足を内側に寄せてあげる。それに合わせて腕は閉じる、開く、閉じる、開くと動かしていきましょう。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、では閉じて、開いて。閉じて開いて、閉じて開いてと、内ももをしっかりと使ってあげましょうね。そして、内ももが働き、腕もぐっと閉じるとですね、腹筋の方にもね、力が入ってきます。体幹が働いてきますからね。そうすると一気に代謝も上がってきます。ちょっとこの辺りからハーハーしてくるかもしれませんが、しっかりとですね、体力アップのためには少しハーハーする運動がちょうどいいと言われておりますよ。さあ、頑張りましょう。はい、OK。では、ちっちゃい足踏みに戻りましょうね。では、次の運動はですね、このように足を後ろに引いて、そしてお膝をちょっと下に落とします。そして、これを交互に腕の振りも合わせて動かしていきましょう。では、こちらですね、30秒いきますよ。よーい、スタート。はい、ではですね、足を後ろに引いて、そして腰をちょっと落としてと。で、横から見ていただくとこういうことですね。足を後ろに引く。後ろに引く。で、腕は大きく振ってあげましょう。足を後ろに引くことで、お尻の筋肉、そしてハムストリングス。腰を落とすことで、前もものね、大腿四頭筋、そして腸腰筋。体、姿勢を起こすことで体幹、ほとんど使ってきますからね。さあ、大きく動かしてあげましょう。さあ、もうちょっとですよ。はい、OK。では、ちょっと一度、足踏みをして、で、ちょっと深呼吸をしましょう。では、吸って、吐いて。ではもう一度吸って、吐いて。で、最後もう一度吸って、吐いてと。はい。では皆さん、ここでですね、疲れはどうでしょう？ここで、結構疲れたな、ハーハーしてきた、あったかくなってきたという方は、ここでストップします。そして、まだ大丈夫だぞという方は、今から僕と2セット目、一緒に行っていきます。どうしてもですね、自分の体力に合わせて行う必要がありますので、運動が足りなすぎてもダメですし、頑張りすぎてもダメなので、これ1セットで結構疲れたという方もここで OK。この後のですね、動画の最後にクールダウンのストレッチを行いますので、お手数ですが動画をね、最後に飛ばしていただいてストレッチをして終わりましょう。そして、まだいけるぞという方は今から2セット目僕と一緒に頑張りましょうね。さあ、このようにウォーキング体操でどんどん体を健康にしていきましょう。では、2セット目に行ける方は一緒に行っていきます。では、最初の運動ですね。足首でポンと床を蹴って、その反動でもも上げをする方法。では、こちら30秒いきますよ。よーい、スタート。はい、では、ポン、ポンと足首で床をしっかりと押してあげましょう。これただのね、足踏みになっちゃうと、ももの筋肉になってしまいます。しっかりとふくらはぎを使うように、足首でポンと。ポンと床をポンと蹴ってあげてください。さあ、これね、ちょっと意識するのが難しいかもしれません。ね、やり慣れないかもしれませんが、足首、ね、ふくらはぎを意識していきましょう。さあ、これでしっかりふくらはぎ使っていきます。はい、OK。では、ちっちゃく足踏みをしていきます。さあ、そしたらですね、かかと上げに合わせて、しっかりと腕を振っていきましょう。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、ではかかと上げに合わせて腕を振っていきます。ちょっとバランスが心配な方は捕まりながらもね、OK ですからね。さあ、そしてこのふくらはぎを使う、ね、たくさん使うというのが、むくみ解消だったり、夜間の頻尿を本当に解消できます。ふくらはぎに溜まったお水が夜間流れてしまって頻尿が起きてしまうので、しっかりとこれでですね、ふくらはぎのむくみを取りましょう。循環を良くしていくことで、夜間の頻尿は本当に減ってきますからね。さあ、かかと上げ結構大変だと思います。頑張りましょう。はい、ではちっちゃい足踏みをしてください。はい、ではですね、今度は足を閉じて、そしてこのようにですね、内ももでこすりながら、腕でもこすりながら足踏みをしていきます。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、ではこすらせながら、しっかりとですね、足踏みをしていきましょう。さあ、これ結構ポカポカしてきますからね。特に内ももにですね、大腿動脈といって、太い血管が通って、それが足先まで流れているので、この内ももで擦れてあったかい血液が足先まで伸びて、そうすると足先の冷え性も改善されてきますので、しっかりと擦らせながら、ちょっとね、やりづらいかもしれませんが、擦らせながら足踏みをしてみてください。はい、OK。さあ、そしたらですね、今度はこのように、かかととお尻を近づけるようにハムストリングスを使った足踏みしていきましょう。よーい、スタート。はい、ではしっかりとこれは後ろですね、このもも裏のところをしっかりと使っていきましょう。さあ、このもも裏の筋肉もなかなか普段使えてない筋肉ですからね。もも裏の筋肉あんまり使えなくなっちゃうと、こういう動きしただけでも結構つっちゃいそうになったりしますからね。さあ、しっかりと足を後ろに、かかとと後ろ近づけるように足踏みをしていきましょうね。さあ、この辺りがハーハーしてくるかもしれませんが、しっかり体力アップ頑張りましょうね。はい、OK。じゃあちっちゃく足踏みしましょう。もしね、疲れてきたら自分のペースで動画止めて休憩したりして OK ですからね。さあ、そしたら今度はサイドステップですね。足を大きく横に、そして体一回沈めて、そして、左右の外ももの筋肉を使っていきましょう。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、では一回沈めて、腰を落としながら、なるべく大きくですね、足を横に広げてあげましょう。さあ、腕の振りもね、忘れずにしましょうね。さあ、この辺りから筋トレ要素がどんどん入ってきますからね、しっかりと腰を落とすことでぐーっと、ももの筋肉が働いてきます。お膝痛い方はね、無理しなくていいですからね。さあ、しっかりと大きく動かしていきましょう。皆さん一緒に頑張りましょう。はい、OK。足踏み戻しましょう。では今度はですね、内ももの運動ですね。足を内側に寄せながら閉じて、開いて、閉じて、開いてと、しっかり内ももを働かせていきましょうね。では、30秒いきますよ。よーい、スタート。閉じて、開いて、閉じて、開いてと、しっかりと内ももをキュッと、内ももを働かせていきましょう。さあ、これで体をぐっと寄せてあげるとですね、腹筋の方にもしっかり効いていきますからね。特に内ももと腹筋ってつながっているので、足をちょっと高く持ち上げ、内側にキュッと寄せてあげると、どんどん腹筋まで働いてきますからね。さあ、こちらも体幹が働いてくると、だいぶあったかくなってきます。ね、こういうふうに脂肪燃焼効果も出てきますよ。はい、OK。ちっちゃく足踏みしましょう。さあ、そしたらですね、ラストですね。ラストは、足を後ろに引いて、膝をくっと曲げて、くっと膝を曲げて、足を後ろに引く、足踏みをしていきます。では、いきますよ。よーい、スタート。はい、ではしっかりと足を後ろに引いて、後ろに引いて軽くお膝を曲げてあげましょう。もちろんね、どこか捕まりながら行っていただいても OK ですからね。さあ、このように足を後ろに引いて、軽くクッと膝を曲げてあげましょう。さあ、もうちょっとですよ、皆さん。ここまで本当に頑張りましたね。最後の最後まで頑張りましょう。さあ、体もあったかくなってきたと思います。健康を目指して頑張りましょう。さあ、OK。戻しましょう。はい、では大きく深呼吸をします。吸って、吐いて。で、もう一度吸って、吐いて。で、最後もう一度吸って、吐いてと。はい、OK。では、一度足を止めましょう。どうでしょう、皆さん。結構熱くなってきたと思います。ちょっと軽く、はぁはぁ、息が弾むぐらいが体力アップにはちょうどいいとされておりますので、もしはぁはぁしている場合はですね、呼吸を整えていただいて、そして最後この後ですね、ストレッチをして疲れを残さないようにしていきましょう。では、一度椅子に座っていただきたいと思います。はい、ではですね、まず足を大きく開いていただいて、そしてお膝を外に押しながら体を前のめりにしていきましょう。横から見ていただくとこういう形ですね、前のめりにしていきます。そうすると内ももの筋肉がしっかり伸びていきます。で、この状態で肩を真ん中にと、腰も一緒にひねっていきましょう。ではこちら10回いきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。 さあそしたら今度は足をぐーっと自分の上に引っ張ってね、抱えて股関節をストレッチしていきましょう。ではぐっとこちらですね、これで1と10回いきますよ。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。OK。 では今度反対側ですね、しっかりとぐーっと自分の方に引っ張りましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、 OK。さあ、そしたらですね、片方の足を前に出して、そしてぐーっとですね、ちょっと前屈するように、体を前に倒していくと、もも裏、膝裏が伸びてきます。この時ですね、ぐっと膝が曲がらないところまでで OK です。では、こちらも10回いきましょう。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10と。はい、OK。どうでしょう、もも裏、膝裏、伸びてる感じ、突っ張る感じありますかね。今度反対側いきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、OK。 さあ、そしたらですね、足を組める方と組んでいただいて、そしてぐーっと体を前に倒していきましょう。この時にですね、頭を下に下げると効果がなくなっちゃうので、身を乗り出すように前にぐーっと持ってってあげると、股関節やお尻の筋肉がほぐれてきますよ。足がですね、ちょっとこう下がらない方、上がってしまう方はですね、もう一度自分の方にこうしっかりと引き寄せるようなストレッチを代わりに行ってください。では、どちらか選んでいただいて10回いきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。では今度反対側ですね。ではいきますよ。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9。ラスト10。OK。 では最後はですね、ふくらはぎのストレッチですね。こちらに関して一度立っていただいて、アキレス腱をね、ぐーっと伸ばすようにストレッチをしていきましょう。ではこちらまでこうやって1 2と、10回いきます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、では今度は反対側いきましょう。では行きます。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10と。はい、OK。では皆さん、お疲れ様でした。はい、このようにお家の中でもですね、すごいポカポカして、程よく運動したという感じもね、実感も得られるようなウォーキング体操、今日はご紹介させていただきました。どうしてもですね、外に行って運動するのが苦手という方、運動しないとなと分かってるけど、なかなか踏み切れない方はですね、こういったお家の中でも結構いい運動ができますので、ぜひご参考にしていただけたらと思います。他にもですね、僕の過去の動画でですね、夜間の頻尿を抑える運動方法であったりとか、あとは寝ながらでも体を温める方法であったりとか、たくさんの運動を紹介しております。なので自分に合った運動が見つかることがですね、一番いいと思っておりますので、良ければ他の動画とかもですね、参考にしていただきたいと思います。私のおすすめする動画はですね、この動画の最後にクリックできるようになっておりますので、もしよければ一番最後もチェックしてみてください。概要欄の方にも、おすすめの動画の URL が貼ってありますので、そちらもクリックしていただきたいと思います。はい、このようにですね、高齢者の体に合った健康に役立つ運動をこれからもどんどんご紹介していきたいと思います。皆様のお役に立てるように頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様、お疲れ様でした。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護棒チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね、投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。